はい、皆さんこんにちは。大木モデルスでございます。今回はですね、ドアンザク、ククルスドアンの島に出てきたドアンザクを改造して普通のザクにしたやつね、の続きやってまいりたいと思います。今日はね、ウォッシングとともに墨入れしていって、ドライブラシにして、仕上げていこうかなと思っております。じゃあ早速やってまいりましょうかね。まあ、トップコートする前にね、ウォッシングしますというのはね、ウォッシング液この前、作りましたのでね、水性アクリジョン、ね、水性塗料で作りましたので、まあ、プラを傷める心配がほぼほぼないということでね、はい、トップコートなしで、やってまいりますけども、今回は少しね、ウォッシングとはいえね、墨入れしながらそれ伸ばしていくという感じでね、やっていこうかなと思っております。はい、ね、やってみましょうか。溶剤と、ね、水性ホビーから一応溶剤と綿棒、はい、はい、年取るとね、普通の商品の名前忘れていきますので、ね、じゃあね、開けてやっていきましょうかね。はい、はい、色がこんな感じ、かなり泥っぽい感じに仕上げております。はい。ね、ちょっと混ぜてからね。キコ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 。ね、はい。濃度はね、こんな感じ。わかりますか？ちょっと拭いてからお見せしましょう。わかりますかね？ね、こんな感じです。縁が徐々に。薄くなっていくみたいな、こんな感じの濃度でやってまいりましょう。はい、墨入れっぽくねやっていきますので、まあ全体をお見せすると時間かかりますのでね、はい、この肩アーマーのとこやっていきましょうかね。ここら辺のデカボコ分かりやすいんでね、はい、ちょっと塗る感じでねやっていきます。で、乾ききるとね、結構水性からね、本当に取りにくくなっちゃいますんで、ところどころね、こうやってから、こんな感じで、溶剤一応用意してますけど、溶剤多分ね、ほぼほぼいらないかなと思います。こんな感じですね。なんで溶剤つけてやる、エナメルのね、墨入れとかよりも楽かなと思います、うん、まあところどころこんな感じで塗っていって、うちのね、こうへこんでるとこ、影になりそうなところをね、はい、こんな感じで少し残しながらね、横に伸ばしながら、このついてるやつでも伸ばしながらね、こんな感じで仕上げていきます。はい、まあ、ちょっと前から見ただけね、前から見たところだけですけども、やりましたということで、ちょっとアップしましょう。はい、色合いが少し変わってるの分かりますかね、はあ、このぐらいでいいと思います。それをね、全身に、ウォッシングというかね、墨入れというかウォッシング、ウォッシングでいいんでしょうね、はい、やってまいりましょう。ウォッシングね、やってる時にね、少しもう一段階いろいろできるんではないかということで、試しております。はい、ウォッシングした時にね、まあポンポンポンと取ればいいよというのが、まあ、簡単なウォッシングの仕方ね、そしてあまりエナメル溶剤で薄めたものでプラモデルをこうずっとやってるとね、プラを傷めてしまいます。まあ、今回は、ね、水性塗料ということでね、エナメルでウォッシングするよりもさらに、もう一段階踏み込んだウォッシングできるんではないかということでね、今日もウォッシングに特化した動画にしようということでね急遽変えましたんで、お付き合い願えたらと思います。はい、ウォッシング、まあ汚れですよね。汚れ、どこに汚れがたまるかっていうとね、やっぱり縁だと思うんですね。なのでこのウォッシング、これ一応してるんですけどね、
スミレとともにウォッシングした後の頭ですね、その縁をなぞっていきます。これでこんな感じですね、少し表に出るようになぞっていきます。そうするとね、わかりますかね、半分しなければよかったですね横やっちゃったですね。こんな感じで影になるところを汚しててもね、それほど目立たないんで、こことここを見てもらってわかるかな、はい、こんな感じ、今乾いてないでテカテカしてますけどね、はい、こんな感じで縁が汚れるみたいなね、はい、感じでやっていこうかなと思います、はい、もう枠を本当にこう塗る感じですね、はい、ではみ出してるのもね、液だれみたいに見えると思うんでね、いいのかなと、ね、こちらの方が窓というか、ね、違和感が少ないかなと思いますんでね、はい、こんな感じで全身汚しをしていきます、はい、汚しをかいていくということですかね、はい、で、まあ、足りない筋なんかはもうかいていこうみたいな、ね、な感じで、いや、こんな感じですね、で、まあ液だれのなんていうんですかね、こう表現、まあまあプロの方たちがねやってくれてますので、今更待機はする必要もないかなとも思うんですが、少しやっていきましょうか。で、まあちょっと大げさだなって思ったところは、少しこういう風にね、綿棒で取ってあげる、いかがでしょうか。汚れてる感じ見えないですかね、こっち側よりも。こんな感じでね、まあ汚れって均等につくわけではないと思うんでね、縁に溜まったものが、液体汚れが落ちてくる、一番傾斜がついてそうなところにこうやってねやって、少し拭き取ってしまうと、そうすると跡としてこんな感じで残るんでね、はっきりしたプロの方たちは分かりやすいようにって言ってね、多分こういう感じでやられてると思うんですよ。分かりますかね、ここも大げさにしたつもりやったんですけどね、根元をちょっと太くして細く点々点とこんな感じでしていくと、で、まあ、少しこうランダムに拭き取ってあげる、そうすると汚れに見える、でここはちょっと膨らんでますんで、ここを少し綿棒で取ってあげると、でここ伸びすぎてますんで、こういうところを溶剤で拭くっていうのが多分プロの方たちがやられてるねやつだと思うんですけども、今溶剤つけましたこれね、はい、もう一回やりましょうか、お見せするのにね、まあここら辺からこう垂れてきたのがここら辺に点々点々となると、で、まあ溶剤ついてないものでね、最初ここら辺ちょっと不自然だなとかのところをこうちょっと消していく、こんな感じですね、わかりますかね、画面でちょっと伝わりにくいかもしれないですけどね、実物見ると結構ね甘だれ見えるんですけどね、はい、まあ詳しくはプロの方がやってるやつを参考にしていただければなと、こんな感じですね、ここも根元のここちょっと根元足りないですよね、こんなピーって線で足りないですよね、こんな感じですね、足れるとしたら、で少しここやりすぎてるので少しとみたいな、こんな感じですかね、はい、いかがでしょう。まあね、こういう細かいところまでじゃあ1時144分の1で見るかって言われるとね、
それほど気にならないと思います。自己満足の世界ですね。今ここ線入れて筋彫りが薄かったのを足してます。こんな感じ、筋彫りじゃないね、あの汚し、上し、墨ですね。はい、まああまり不自然にならないようにね、気をつけてやるんですけど、やっぱり過剰な表現の方がね、なんだか分かりやすいと思いますのでね、はい、やってみましょう。これもね、あのタイヤブラックなんでね、それほど目立たないですけどね、結局細かいとこをやっていくと、これ縁ですよね、液が縁に残る、表面張力で残るみたいなね、そういうのを表現しながらこうやって変えていくと、少し不自然さ、この穴の不自然さがねなくなるのかなと思います。そして、こことかはもうベタ塗りで塗ってるんですね。足もそうですね、足もここちょっとやりすぎてますけど、もう一回塗っておきましょうかね。こんな感じですね、ベタっと塗って、足とかは多分汚れてると思いますんで、こんな感じで拭き残しをすごく残した感じで、そして下の方に、下の方にね、汚れがいってるように見せるように拭きます。飛んでいきましたけど ねこんな感じでいいですかね。で、足のところはね、これはあまり目立たないですけど、かなり拭き取りもしてないです、ソールのところね、ちょっとお見せしましょうか。こんな感じで下の方にちょっと液がたまるように、筆を最後まで滑らせないようにして、残りをここね、ちょんちょんちょんって濡れてないところ塗るみたいな、こんな感じのやり方で押してます。はい、腰回りちょっとね、ここをやったような気がするんですけどね、こっち側やってないような気がするね。縁に、少し塗っていきます。こういうところですね、影になるところはもう拭き取り入れないように、こんな感じで塗っていきます。アップにした方が分かりやすいかな。反対側、裏もついでに塗っときましょうかね。下にたまるように、こんな感じですね、塗り方によってはグラデーションに見えるかもしれないですね、塗るの上手な人だとね、で、縁汚してませんので、こちらはやっぱ手がテカルとか明るいですからね、下の方もはっきりモールド見えますけども、こんな感じで塗って汚していくとね、明暗を分ける、アニメ塗りっていうわけではないですけど、汚れって縁に多分たまると思いますのでね、はい、で、水性塗料ですんで、先ほども言った通りね、あのプラを傷めませんので、裏の方までこんな感じで塗っていけば、汚れとしてね、裏の汚れですよね、こんな感じですかね、見えてますかね。で、塗るとなんとなく満足できるんじゃないかと思います。はい、ね、塗りにくいとかバーって塗ってから、後で筆で面で横に滑らして、こう、落ちてるのかな、横に滑らして、こんな感じでね、下に溜めていく汚れをね、で、乾くとそれほど目立ちませんのでね、こんな感じですね。で、縁を塗っていきましょうか。はみ出したらはみ出したらまた塗ればいい、拭き取ればいいですね、簡単な汚しになりますけどもね、はい、こんな感じ。
はい、胸の方ね、筋墨でしてから液だれ作って、液だれですね、液だれ模様を描いてから塗ります。これがウォッシングっていうのかどうかちょっと分かんないですけどね、はい、こんな感じで塗ります。はい、塗ったところ縁に残るように筆で、今これ筆拭いてます。ちょっとここで見せましょうか。筆拭いてから、いらないというかね、不自然な汚れみたいなのを少し取ります。がっつり取らないで、まあ少し残るように取ります。こんな感じね。そうすると縁にね、まあ汚れが溜まったみたいな感じにね見えて、乾いたらこんな感じになります。それほど差が分かんないと思うんですけどね、はい、塗っていきます。こんな感じ、上から、機体の上から、こんな感じで塗ります。まあこのままでもいいんですけどね、ここに一手間、真ん中あたりは明るくなるように色をこんな感じで取っていきます。そうするとね、少しグラデーションみたいのもかかるし、まあ、汚れみたいのも見えますんでね、頑固な汚れね。こんな感じですね。こちら側はもうやっております。こちら側まだやってません。こんな感じね。これも一応墨入れした後ですね、ウォッシング、軽くウォッシングした後ですね、はい、こちら今みたいに塗った後ですね、はい、こうやって仕上げていくと、まあ、自分の好きな汚れ具合をね表現できると思いますので、むちゃむちゃ汚れてる機体が好きだなっていう方はこうやってね汚していくと思い、いいと思います。エナメル塗料でやるとね、プラこんだけシャバシャバに作っちゃうとね、液体をプラ傷める可能性がありますので、お気をつけくださいということで、まあ、するときは水性塗料とかでね、はい、されるといいと思います。絵の具でもね、いいと思います。基本絵の具でする方法なのでね、はい、まあちょっとね、筆塗り、この前も筆跡っていうのは溶剤調節すれば残んないんですよという話でね、しましたけども、まあ見てないよっていう方はね、筆ムラなんとかって書いてるサムネのやつありますんでね、見ていただければと。こんな感じで縁残しておくと、乾いた後ね、こんな感じで表現として残りますのでね、まあ、きれいめに仕上げれるというか、仕上げるのが好きな方はね、きれいめに仕上げて、まあ、ジオン群だから汚れてた方がいいかなって大体勝手に思っちゃってるんでね、はい、そういう方は存分に汚して模型楽しんでいただければなと思います。はい、色の濃いとこ特にね、はい、で色の薄いところをどうすればいいかなという話なんですけど、これやった後に、ここは色薄いとしましょう。やった後にこうプロの方たちが言ってるように、こうやって拭いてしまえばね、いいようにいい感じになりますので、あ、やってみてください。はい、汚した部分ね、乾燥しました。こんな感じ、乾燥するとそれほど汚れてないでしょ。まあ艶があるのでね、ここからトップコート半艶ぐらいでね、トップコートして、次回はウォッシングじゃない、ドライブラシ、そして、ちょっとハゲチョロとかもね、ハゲチョロ塗装というかね、走行の材料むき出しになってるような表現をして、仕上げていきたいと思いますのでね、またお付き合い願えたらなと思います。それではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方よろしければね、もう2つチャンネルやっております。大体新しいラジコン動画ということでね、本職のラジコンの走行動画、そして、D ラボ模型研究所というね、アシタントと一緒にやだね、こだねってグダグダ喋ってるだけのチャンネルもございますので、ぜひそちらを見て楽しんでいただければなと思います。それではさよなら。